今日午前、東京杉並区で目撃情報が相次いでいたミミズクが死んでいるのが見つかりました。警視庁によりますと、午前9時過ぎ、杉並区梅里の歩道でミミズクみたいな生き物が死んでいると通行人から百頭板通報がありました。このミミズクは今月10日頃から 住宅街にミミズクがいるなどの通報が警視庁杉並警察署に相次ぎ、通報を受けた警察官が保護するために出動するなどしていました警視庁はミミズクの死骸を飼い主と名乗り出ていた男性の下に返したということです